うわっちょっとたわしみたいなのあったよ今マジ怖いからマジやめて財布とか抜くのやめて本当に上気をつけて上絶対ねえからもういやだダメダメダメ本当に悪そうだけどダメいやくぐって背中やめやめちょっとやめやめこうざけんなどうも S です。いや知ってますよその声は。お久しぶりです。いや久しぶりとかじゃねえだろお前。いやっていうかこの企画をねやるのがもう実に 3,4 年ぶりの3,4 年ぶり。いやでも俺は何にも聞かされてないんですよ。でも思い出すでしょこの暗闇の感覚。確かに前になんかやったなとは思うんですけど、はい、はい。というわけで嵐のドッカン罰ゲームのちょっと何ちょっと誰何なの今のはちょっと悪くないじゃダメですよ多分音的にこっちだけど。はい嵐さん、はい、第1問目です。はい、こちらの台、こちらの台って言われてもどちらの台ですか。まあ、まっすぐのですね。ああ、こうですね。うん、そこの台なんですけれども、はい、触って触って当ててください。いいですか、もう。では、いきますよ、はい、用意、スタート。どこが上、あっ、はあ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 、ここなんですか、これ。なんかありますよ、これ。おそらくはロゴ。ただ悲しいかな、ザラザラとかしてないから分かりません。なんかちょっと変に特殊な感じ。あああああ、これだってここになんかありますよこれこれここになんかあるからこれ全面液晶じゃないこれ上は。でもあこれはもうなんだ優しいっすね最初から。もうメーカー名言っていいですか。はい、ユニバーサル。だってほら見て見てくださいこれローラー。ほらほらくる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 って回っちゃいますよくる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 って。もう行っちゃいますか。ちょっと待ってくださいよじゃあそうっすか間違えたら罰ゲームが待ってます。はい、行きます。はい、では正解まで3、2、1、どうぞ。初代バジリスク。いや嘘でしょ。でもユニバーサルでしょ。じゃあ開けちゃいましょうか。開けます。開けたらもう罰ゲームですからね。じゃあ開けませんえ、でも近かった。近いかな。あーもう本当どちゃんとなんで。いや俺これでゴッドだと思ったんですよこれゴッド。ただあまりにも簡単すぎるかなと思ってちょっと羨みしちゃったよ。マジ腹立つわマジで腹立つ。じゃあまあしょうがないですよね、やっちゃったもんは、はい、でこれなんですか。お茶です。お茶、お茶です。ゾウのおしっことかじゃない。いや、そういうんじゃないですそんなもの用意できないからじゃあ、うん、いただきます。じゃあ、いっちゃいましょう。これ、苦いんですけど、すんげえ苦いんですけど、地味すぎて俺もどういちて、どうやってリアクション取ればいいかって。それはありますよ。やっぱ地味だなでは第2問、はい、早速参りますか。参りましょう。じゃあカメラ目線で参りましょう用意スタート。まあヒントあるみたいですけど、そのヒントなんかなったって普通大体わかります。ほら何これこれはねこれ関係あるよ。これだいぶこれだいぶ関係ある何これ。ちょっと待ってちょっと待って、こんな台あったなんだこれ。あとこれなんすかこれこれ、あーあああ分かった。分かりました。分かっちゃった俺。もうビビビッときました。ビビビッときました。はい、ただ、はい、どうしよう、コイン投入のあたり使ってみようかな。使っちゃう。あー低消のがいい。なんすかそれちょっとじゃあヒント使いますか。はい、じゃあテンションにしろって言われたんでテンションにしろ。嵐さんノリノリなので今のうちにメタル投入とレバー音をやってしまいます。邪魔ですね。以上
上手。あ、邪魔だよ。なんですか。レバーは回ってます。はい。あ、リールね、はい、リールは回ってます。はいはいはい。なんでボタンを押して、はい、押してください。これがヒントですからね。はい、はい、まあパーツローチっていうのは目がたとえ見えなくなってもレバーマックスベッドレバーの感覚で押せるんですよ。ほら、え、なっちっても忘れたよ。なんか落としましたよ。でも、はい、俺はこ、あ、あー、ストップオーダーの感覚がちょっと狭い気がするぞ。押していいですか。押してください。なんすか、こんな簡単でいいんですか。もう鉄板じゃないですか。ただいっぱい出てんだな、このシリーズ。このシリーズはいっぱい出てるぞ。よーく、よーく、あ、どうやら皆さんはとんでもないミスを犯したようですね、はい、今ボタンが3つ止めてあるのになぜかリールが回ってるんですよ。こいつはホースリールじゃないですか。どこ1,2,3 だ、よし、いきます。はい、お願いします。ニューパルサー3。ちょっとニューパルサー3じゃないの。残念。じゃあ見てください。いやいや、あ、V か。いやでもまあ V も3も似たようなもんでしょ。いいんですか、そんなこと言って。いや別に俺は山里構える気ありますよ。同じでしょ。やめてください。これダメダメダメ。ちょっとなんか見ていいですか。だって熱いもん。もうつま先熱いんだから。グイッと言っちゃってください。うわぁ、なんかいるし。いないよ、いないって。これはマジで地味に一番嫌だわ。マジで嫌なんだけど。せーの、いー、ちょっとやり直しになりますよ。やり直しになっちゃうから。尖ってんだわ、匂いが。トゲトゲしいんだよこれ。ちょっと喉ザラッとするし。いきます、せーの、1,2,3,4,5,6。ちょっとマジで。早く最後深呼吸で締めましょう。はい、お疲れ様です。ちょ、なんでこのザラザラしてんの、匂いが。3問目、はい、いきましょうか。もう絶対当てよこれ。もうやだよあれは。では第3問。はいはい、疲れてますね。なんかもうなんか移動も疲れるし、うん、あとマジで今のでちょっと本当なんか具合が体調悪かった気がします。では参ります。参ります。全然心配ぐらいしたらどうですか。3問目に参りますよ。はい、はい、では用意スタート。お、これはここになんか結構特徴的だな。あ、液晶がここにあるっぽい。下皿深っ。下皿が深いっていうのは結構ヒントですよこれ。だってこれすげえ深いもん。まああのきっと当たりますけど、まあヒントせっかくでは使ってあげますよ。やりますか、ヒント。はい、はい、じゃあやっぱりパツローはレバーを叩くゲームですから、レバー行きましょうか。はい、では音が流れたみたいです。はい、入れてください。ノリノリでしたが、はい、いいんですか。はい、コインを投入したので、はい、レバーオンお願いします。
いきますよ。はい。ちょっと今なんか喋ったからわかんねえよ。何今うんって言いましたよね。じゃあメーカー名を言ってもらったら、はい、当たってる場合は当たってると教えてあげます。本当ですか。ここにな書いてあるんだろうなきっと。だってうんって言ったことはなんか喋りそうですね。その可能性はありますね。じゃあ行きますよ、はい、ペナルティとかやだな。またやっちまった。わかんねえよ。またやっちまったって言われても。じゃあもう勘でいきます。勘で。サムライスピリッツ。なんだこれ。何がいいですか。見ていいですよ。わかるわけねえだろうよ。走れメロスとかさ。あーアリストクラートって書いてあるな。え？あ、全然違う。 JPS。 いや、これは悪意あるよ。ないもん、うちの近所にメロスは。またやっちまった。分かるわけないですか、これ。じゃあ、まずはフローラルなシューズから。これちょっと喉グッてくるから。これお茶漬けみたいにしていいですか。いや、それで飲んでもらえるならいいですよ。絶対無理だ。死んじゃう。5、長いよ。6、長いって。7。はい、じゃあグッといっちゃいましょう。ちょっと多いよ、1回目より。1回目よりまず逃げです。マジで多いよ。あ、見たことあるメロス。いやないけど。ないでも選んだよ。はい、では続いての台はこちらの台です。いて。あ、ごめんなさい。はい、まだ触らない。いや、だって分かんないでしょ、どっち見てんのか。え、怒ってるんですか。怒ってますよ。あ、怒ってます。はい、はい、では参りますよ、はい、用意スタートで触ってもらいますので。はい、はい、では行きます。用意スタート。あれ、お、なんかちょっとまた少し特徴的な。またメロスじゃないですよね。あ、大丈夫か。あ、何これ。ワンベッド、ツーベッド、マックスベッド。もう一回お願いします。ワンベッド、ツーベッド、マックスベッド。あー、ここになんかあるよ。ここに何があるんですか。これロゴでしょ。もうパイしよう、全力で。全然わかんねえな。これなんかヒントあるんですか。これはヒント使えます。まだあのコイン投入音が残ってますから。投入させちゃおう。させちゃいますか。させちゃいましょう。はい、1枚ずつ。1枚ずついけますか。はい、いきます。もう一回ですか。はい。うわー、これ迷うな。お、迷う。はい、これは迷うな。よし、勝負しよう。もう他のヒントはいらないと。いきます。はい、シェイク2。やったー。マジっすか。だってこれ D って書いてある気がするんですよ、ここ D D。 やりますね。マジっすか。で、音でも分かります。開けていいっすか。いいですよ。おお、やりました、ついに。これがパツロライターの実力じゃない。パツロ必勝本の固形は今守られたんですよ。すごい。これはすごくないですか。これすごいです。ダイトって書いてありますよね。違う、あれ、シェイク。ワンベッツ、ツーベッツ、マックスベッツ。で、ボタンもなんかやっぱりそのなん、まあメジャーメーカーとマイナーメーカーって言ったら変ですけど、
やっぱ安定感があるボタンに、うん、だからああ多分了解です。はい、なんすか。じゃあせっかくだからその1ゲームだけ回しちゃえば。ああいいですか。ワンボーナス引いたら終わりにします。もうこの企画チェンジャー。いいですか。いいですよ。ただワンとか言って。まずいんですよこれ。もちろんいいですよ。これ来んじゃない。でもなんか忘れたな出目とか。そりゃないぜ。いやリプレイあんじゃないこれ。ほらチェイ。はい、では5問目に参ります。うぜこれ。はい、さ、まだ立ってる。まだですよ。結構稼働してる台だなこれ。行っちゃう、行っちゃおう。行っちゃいますか。行っちゃいます。はい、お願いします。ハーレムエース2。あれ Z ゴールは分かんないでしょ。なんぼなんでも。ちょっと待って、はい、その、あの、毛の流れとか考えて貼るのやめてもらって。ダメ、俺毛並みは整えないと。ちょ、行くときは行くっつってください。わかりました。マジで、あの、いきなりは絶対ダメだと。はい、いやいや、1本でいいでしょ。1本で。はい、大丈夫です。じゃあ、もう痛いもん。1本でいいって。じゃあ、行きますね。ちょっと待って。はいはい、3、2、1で、ドン。あ、そうですね。はい、3、2、1、ドンですよ、はい、ちゃんと言ってよ。いきますよ。はい、3、2。あ、痛い。ちょっと、ドン。あー、なかなか行って。なかなかのないじゃん、もう。これ、差し上げます。ちょっとやりすぎだよ。あ、受け取ってください。あの、へそうの的な感じで。続いての6問目、こちらでございます。はい、こいつ。こいつですね。ああ、これですね。では、はい、6問目、はい、参ります。はい。よーい、スタート。お？あ、ぬくい。あ、これね、これ簡単じゃないのこれ。だって、炎の形してますよ、これ。ほら、ファイヤー。ファイヤーでしょ、これ。ファイヤーでだいぶ絞り込まれますよね。あいや、これはだってコイン入っちゃったらダメでしょ、これ。不可抗力ですね、これ。不可抗力でしょ。回ってしまいましたね。これ、俺大好きな台です。ですよね。あ、分かっちゃいました。ファイヤーでなかったっすね。俺のプライベートでも大好きなバニーちゃんでしょ。おで、俺、この機種の中押しが好きなんですよ。はい、で、中押しでバーを上中段に狙うとどうなりますか。あの、ブドウがずるっと滑ってきたらブドウはボーナスで、はいはいはい、ブドウが3割ぐらい同窓戦に来たいと思うんです。なるほど。止まった。止まりました。で、中段止まったらチェリーの可能性があるんで、左ディールもチェリーを狙って、はいはい、で、これ外れてんのかな。はい、おお、リプレイ揃った。リプレイ揃いましたね。はい、わかりました。もうわかりますよ。じゃあ行っちゃいましょうか。いいか、ここは。はい、プレイボーイアンリミテッド。素晴らしい。いや、あの、実はちょっと前に打ったんですよ。あ、ズルってことですか。いや、ズルではないですよ。俺知らなかったもんだって。あ、なるほど。はい、いや、面白いんですよ。開けてください。あれ、バーは7問目の台はこちら。これ。そうです。よーい、スタート。あ、これ三角だよ。三角形を。三角ですね。三角ってことは、これアルゼのマークじゃないのこれ。あれ、あれ、思ったのと違う。
あ、もうこれはもうユニバーサルですね、完璧に。このここにリールがあるでしょ、これで、これ液晶でしょ、これ。あれ逆だ、あれあ、分かった分かった、お、分かりました。もう答えまで分かりました、もしかして。はい、はい、だってこれおかしいでしょ、だってこれどれですか、おかしいの。これこれこれおかしいでしょ、だっておかしいっていうのはつまりでかいでかいでしょ。これはもうやつしかいません。あ、もう一つしかないと。一つしかない。これ間違いない、これ。ヒントなしで。なしで、はい。旋律。嘘だ嘘でしょ、だってこんなあったよ、旋律。あの旋律とか言われちゃったんで、はい、もう全然違うなということで、ヒントを強制的に使ってください。いいんですか。はい、コインを持っていただいて、はい、1だ、はい、もう差し上げましょう。本当ですか。はい、入れちゃうのもいいんですか。もう入れるから、レバーを叩くから止めるまで、はい、いいですか。はい、いいですよ。じゃあ入れますよ。入れてください。入れちゃいますよ。入れてください。本当にいいんですか。いいですよ。あー、すごい本当あれちょっと予想外な、なんすかなんかちょっと哀愁漂うような感じの。え、こんな音した？ちょっとじゃあ叩きますね。叩きましょう。ああこの音は思い出した。思い出しました。はい、ちょっと万全を期してくださいよ、万全を。ま、間違いないです。間違いない。なんすかそのジェスチャー。間違いない。では3問目、はい、参りましょう。はい、ここ、そこです。そこは引き地です。よくあるとサビじゃないの。な、何今の。なんだこれ。あ、ドキュンか。ドキュン。間違いない。一応止めます。じゃ あの停止ボタンと一緒に僕答え言いますね。はい、いきますよ。はい、せーの、ドキュン。あれあれあれ、え、なんて言いました今。今ドキュンかなと思ったんですけど、だって買っちゃって言った。私もう一回止めますね。はい、え やべえ、余計わかんなくなっちゃった。あ、今ちなみに、あ、分かりました分かりました。あ、分かりました分かりました。はい、ゲッターマウス。あー、ゲッターかー、やっぱユニバかー。いや、でも正解しましたね。正解しました。いや、なんかすごい堂々と、はい、堂々と正解したことになってますけど、ドキュンとか言ってましたね。あー、古いですね、またそのちなみにレバー音に僕は惑わされましたけど、この音聞いてください。これ本物の方ですね。はい、いきますよ。あれ全然違う。まあというわけで、はい、7問目はクリアということで。やった、罰ゲームなしで。おお、マジいいでしょう。まだやりますか。そしてそして本当の本当の最後、はい、次そこできちっと当ててもらって、はい、優勝の美を飾りましょう。わかりました。はい、では参ります。最終問題。最終問題、最終問題はもう本当に当ててほしい。はい、では台の方に向き合ってもらって。はい、はい、もうちょいもうちょい左ですね。あ、左を向いてください。もうちょいもうちょいもう少し。はい、そうです。そんなわけないですよ意外にしなさいよ。ありますね、はい、もう心眼が、心眼もう開きつつあると。そうです、心の目で見る。ではまずはオーラからいきますか。はい、ではいきますよ。用意スタートで。はい、用意スタート。この台はかなり活躍した台じゃないですかね。ああ、たくさんの人間を救ってますね、この台は。あ、救ってると。救ってますね。あ、マックスベッド四角い。これ特徴的ですよね。大体マックスベッドか、こいつは。チャンスボタンだったら嫌だな。
あ、溝がありますね。これはちょっと待ってください。あんまり活躍してないんじゃないですかこれ。これはじゃあ使いましょう。はい、ではですね、3ゲーム。3ゲーム回せるんですか。まずは1ゲーム。はい。いいですか。そんなスーパーヒントじゃないですか。ここ。こん。何このこと。でも今のドドドンで俺ちょっと分かったかもしれない。止めていいですか。お願いします。なんだよもう。ちょっと正直分かっちゃったんですけど、いいですか。お、もういきます。はい、じゃあお願いします。噴火でドン。やはりだってレバー音がドドドンって言ってんだもん。それしかねえなと思って。素晴らしい。では開けてください。これどこのメーカー。あ、トリビーか。トリビーね。はいはいはい、いや当たりましたね。はい、8問中 2.5 問ってとこですか。正解は3問。 2.5 ぐらいですかね。3でしょ。3でしたっけ。3.5。 3.5。 ほら3って言ってましたね。3.5、4、8の4。2分の1だったらまあ強烈ですよ。9大点ってとこですかね。9大点ってとこですよ。最後にありますか一言。いや、これはやっぱりやるべきですね。みんなおすすめなのがパツロのお店行ったらまず席に座ったら。了解です。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。一つちょっと心配なのが、はい、まあ、罰ゲームってんのに結構ね、ただ楽しんだだけみたいな。いや、でもやっぱりまあ俺も14、15年パツロ打ってきてますけど、そこで培ったものっていうのはやっぱ当てさせちゃうんですよ。だから我々そんなに悪い大人の思惑通りにはならないってことですよ。あ、そういうことになりますかね。当たり前でしょ。怒ってるんですか。切れてます。あ、それ多分つかない、マジで。で、というわけでですね、はい、まあ、罰ゲーム結構いろいろ用意してたんですよね、こちらも。はあ。で、まあ、それをやれてないということで、動画を見てもらった人にですね、その申し訳が立たないというか、ね、これ何ですか。グッと、グッと噛み締めて。え、グッと噛み締めて。何よ。グッと噛み締める。ちょっと何、何、ちょっとやばい、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 やばい。グッと噛み締めて。ちょっと、いや、伸ばすぎ。では皆さん、さようなら。さようなら。この動画はグリーンピース池袋東口店さんのご協力でお届けしました。夜はまだまだこれからだ。カットは